はい、男子です。さっき女子すごかったね。そう、やばい。すごいですね。ちょっとすごいね。松本めぐみ。なんかもう星の下に生まれたよね。なんか長嶋茂雄みたいな。長嶋。長嶋茂雄。古い。いやいや、古いは古いですけど。古い。はい、ちょっと同意はできないところもあった。あ、ほんと。まあでもそういう。でもこのね、決勝の4人、はいねはいまあ、順当にいけば、まあ、3人は順当やったんじゃけど、まあそうですね、4位の2人とか誰なんやろうね、この子ですか、これいやいやいや、あ、湯の木ですね、北海道に、はいはい、北海道に赴任していった、はい、僕はもう喋ったことがないので、彼のことは分かんないですけど、湯の木選手フィールドテスター、パーフェクトで3年ぐらい前に、はい星野に勝ったこと、はいはい、あそれですね、はい、なんか今でも言ってるみたいな、まだいいよ、まだ、はい、さあ決勝始まります、はい予選だとノブ君、聖子君の大城君の湯の木中順番ですね、やっぱ山本選手の1139、さすがですね、まあでも聖子君はそれじゃないですか、湯の木おい、うん、あさすが猪木っぽい、でもダーツばっかりしようじゃない、仕事戦で猪木ダーツばっかりしてますね、まあ、真面目は真面目ですけどね、うん、お城出た、まあ、この2人の対決は楽しみですね。ねえ。と。はい、ナイス。まあ、猪木があのこれで映ったら北海道の人が見てくれるって言ってました。今何人見てるんですかね、これ。いや、分からん。多分見てないと思いますよ、誰も。100人。うん、頑張れ猪木、あら、ああこれでもああいかんですね、猪木言ってたらやっぱね、カメラ映ったらダメなんだ、そうですね、だからカメラ映ってできること、はい、カメラ映ってできない、これ、はい、これ持って生まれたサイン、そうですね、はい、やっぱりカメラを意識してしまうあたりがやっぱ猪木くんの、そうそう、ね、いやでもだけどほらそのカメラの中で松本めぐみが最後170で1000点のもうね、うん、1000点超えの優勝、はい、すごいよね、まあ、そこで出るかというところですよ ね、そこで出すかと、あれワンビットでしたからね、あのトリプルも、うん、そうそう、入りますからね、ナイス、あー、オッケー、さあ、猪木陽一、なんか腕の使い方がちょっとおかしいね、いつもと違う、緊張してないのね、緊張してますね、やっぱこういい格好しようと思ってるんでしょうね、大城くん、ナイス、その大城のリズムはいいよね、いいですね、大好き、はい、フォームはいいですね、うん、乗った時のやっぱ大城くんはちょっと大体でもちょっと嫌がるんじゃないですか、あのリズムでボコボコ入れられると、そうそうそう、だけ山田とさ、はい、大城の試合とかさ、もう見てて気持ちいいよね、もうポン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 投げてパン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 入ってくるけどね、はい、ただそのノブ君みたいにもうじっくり投げるのもいいですけどね、これはこれで緊張感も増すし、まあ、見てて、おっとこれ結構なもんですよ、結構外したね、はい、うん、なんか1000点ペースじゃないじゃないこれ、4ラウンド目、これ優勝した人がゲームを、そうです、そうです、あ、そうだ、はい、これゲームをしたくないんじゃないですか、ひょっとしてみんなそれはその負けたやつがゲームにしとかないかんかったですね、これ結局買いますか、罰ゲーム、罰ゲーム罰ゲームじゃいかんか、やっぱもう神聖なゲームを、面白く、ナイス、昨日相当飲んだみたいですね、
昨日、はい、そうそう昨日撮影でね撮影で、あのほらトーキング TV はいはいはい、これも調子こいて、マジ酔っ払いだったんですよ、それもうほんと酔っ払った。でもう撮影ならんけん、はいはい、で最初に、はい、沖縄2人と、はいはい、でその後最後山田やったんだけど、はい、山田のはボツ山田ボツボツ、それ誰のせいですか。俺のせい。あ、今回僕もちょっとその編集ちょっと携わろうかなしんのすけ、その編集俺入っていい、それあえて出そう、いろいろ編集であえてカットできる限りなしでいく。もうねほんとボツになった編集がもう今日ボツになったかどうか今から決まることやろ。まだ編集してないんでしょ、まだナイス、よかったですね、分かって聞かせて。ナイス。いやでもこの決勝に山田がいないとはね。そうなんですよ、ね、だからちょっと資料も聖吾くんのとノブくんのと大城くんのと山田のを持ってきたんですよ。あ、そうだね、はい、湯の木のは持ってきてないんです聞いたんですよ、ちょっと誰が上がったのって聞いたんだけどそれでも湯の木の持ってこんかったね。あ、これ厳しいな、ちょっと緊張したかな。そうですかね、やっぱゲームをしたくないんですよ、おそらく。緊張するわけないやろ、はい、ゲームをしたくないんですってノブくんとか。ちょっと女子の試合がすごすぎてちょっと。そうですね、まあでもああいうことされるとやっぱ男子プレッシャーなんじゃないですか、やっぱり。あ、そうかもしれないね、はい、来た。これ面白いゲームはあるよ。ありますね。ナイス。ありますよ。お、面白いゲームはあるか。誰がゲームかな。おい、浅田聖子来た。ナイス。やっぱね、このぐらいになるとね、ゲームをしたくなくてもやっぱ忘れるんですよ、ね、勝負の気持ちに火がつくんでしょうね。来た。資料によるとノブ君、はい、特技が飯食うの早いそうです。あ、飯、あ、早い、ご飯食べるの早い、早飯食いだそうです。なんかヤンキー集だそうです。そうですね、でも山本ノブマジっぽいから、もうその話はあ、やめとったがいい。そうですね浅田聖吾はどっちかというと体育会系。浅田聖吾すごいですよ、ラグビー日本代表。そうそう、日本代表で、日本関西で日本代表。あ、本当、はい、すげえ。大阪桐蔭高校。そうよ。あ、日本代表やったんや。日本代表、すげえ。国体優勝、すげえ。花園ベスト16、すごい。ロックロックロック、そうそう、まあ、結構経歴はすごいです。やっぱりでも浅田聖吾来た。学生時代にそのレベルのスポーツを経験するのはもう相当でかいですよね。ねえ、やっぱでかいよ、やっぱそこまで行くのはね、うん、下半身が特に安定してくるよね、うん、お、来たよ。意地でもゲームをしたくない。猪木、これさ、もう急遽さ再開にしてさ、猪木にさせようかしらけるからやめとこう、やっぱやめよう。サポの番号が888。そうです ねトリプル8。お、きた、きた、カモン。いやあ、しっかり1000点は出してますからね。来た、か1100。あー、ナイス。これで決定かな。そうですね、ゲームを。あ、違う、トーン80で。あ、来た。あ、でも無理よね、足らない。うおー、ナイス。まあ、こういうとこさすがですね。さすが、はい。
本当にこんなにすごいメンバーの中でゲームをさせていただくことも恐縮なんですけども、今日は一日頑張って皆さんといいプレーしたいと思います。それでは右手の方を皆さんお願いします。いきます。3、2、1